シドニー・アーウィン・ポラックはアメリカ合衆国の映画監督、俳優、映画プロデューサー。インディアナ州ラファイエットでウクライナから移民したユダヤ系の家庭に生まれる。俳優としてニューヨークのネイバーフットプレイハウスで学び、俳優として活躍し、1955年2月にはクリストファー・フライ作、闇も明るくの米初演でブロードウェイデビュー。終演後、テレビ界に移り、 シリーズものにエピソード出演。しかし、1958年より約2年間兵役に就いた。1959年にはテレビ出演を再開したが、1960年には友人のジョン・フランケンハイマーの依頼で彼の監督作、明日泣き10代に出演する少年たちのセリフ指導を担当。1961年よりテレビシリーズの エピソード監督するようになる。1965年、映画も監督するようになり、一人ぼっちの青春、追憶、とっついで、高い評価を得て、アカデミー賞にもノミネートされた。そして1985年の、愛と悲しみの果てでアカデミー作品賞とアカデミー、監督賞を受賞。アメリカ映画界において、永年にわたり俳優、監督、プロデューサーとして活躍した。 映画人。2008年5月26日、ガンにより、ロサンゼルス市内の自宅にて、その生涯を終えた。73歳ボー死後、プロデューサーとして関わった、愛を読む人で、第81回アカデミー賞にて、アカデミー作品賞にノミネートされた。自作を除く、ありがとうございます。